にちは、みえです。森です。はい、本日は、森先生の視聴者レッスン企画第1人目第2人目の、小犬くんのんちゃん R さんです。どうもよろしくお願いします。ゴルフ歴とあとお悩みとかなんか、はい、はい、はい、私はですね、ゴルフ歴は、ほとんどないんですね。で、私日本スーパーカー協会で準備ってやってるんですけども、先日日本スーパーカー協会のゴルフコンペがあって、その時に森ちゃんにですねちょっと教えてもらったんですよ。はい、それぐらいです。それぐらい、はい、すごい。ほとんど初心者で、その時が初めてでしたね。初めてコースに参りました。でもそんなに何回か打ちっぱなしに行ったぐらいで、もう全部教えていただければなと思ってます。いいですね。お願いします。ビシバシと、お名前のんちゃんワールさんって、はい、なんですけど、はい、まあ、のんちゃんで大丈夫です。のんちゃん、はい、のんちゃん R だとちょっと長いんで、はい、R はやっぱりですか、車のタイプ R とかそういうやつですか。そうですね、あの R3 号 GTR という車に乗ってるので、のんちゃん R ってちょっとそんな風に言ってたんです。かっこいい、かっこいい、かっこいい。ちょっとよ、飛ばし屋すごい。いやいや、飛んで気になりますけど、じゃあ車は飛ばせないんで車飛ばしますけど、飛ばないんで、かっこいい。でも飛びたいなとか言ってるんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。今日は本当にまだ始めたてっていうのは、まあ、基本握り方と構え方を今日はお伝えさせてもらって、はい、あとはそのフェースにボールが当たる感覚を今日はちょっと感じてもらえたらなっていうところで、はいはい、今日は普通のゴルフクラブじゃないもので、おー、そんなのちょっとやって、もうちょっと見えてると思うんですけど、はいはい、スナックゴルフっていう、はい、もう大きいですね、ここ。そう、下手すっごい大きいんですよ。軽いですか？軽いな、なんか。あ、全然違いますね。なんか3倍ぐらいですね。そうそうそう。本当だ。しかもプラスチックなんで、そう、プラスじゃないんで、まあ、ちょっとぐらい、人も殴ってもいいんだ。武器ではありません。グリップ、はい、形見てもらえるんですけど、通常こう、円になってるんですけど、あ、これ五角形になってるんですよね。はいはい。うん、そうそうそう。よく見てもらうと、これ赤と黄色になってるんで、うん、そう、どっちの色にどっちの指を乗せるとかっていうのが、簡単に分かる。ただフェース面が大きいんですけど、はい、ゴルフボールじゃなくて、はい、このスナックゴルフ専用のテニスボールみたい、これを使ってちょっと今日は打ってもらいたいな。でヘッドも大きくてボールも大きいんで、はい、まあ、でも簡単に当たりやすい、イージーモードで、イージーモードで、ね、イージーモード跳ね返ってきたとしてもテニスボールで柔らかいんで、あ、怪我する。ギャラに当たってもじゃあ大丈夫ってことね。あ、そうそうそう、ギャラに当たっても大丈夫。気をつけます。今日強いから見ます。これを使ってちょっとやっていきます。はい。で、黄色と赤いのあるじゃないですか。はいはいはい、で、黄色が左の親指。黄色が左の親指。そうそうそう。はい、赤が右の親指。そういうことです。あ、分かりやすい。そう、超分かりやすい。すごい、アホでもできるやつだ。ひどい。後ろがね、なんかバックライみたいにこう入ってる、多分4本で見れば引っかかるかなっていう。本当だ。そう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 。だ、親指の位置だけ、はい、左の親指が黄色、はい、右の親指が赤で、赤で。そうそうそう。で、その状態で、はい、したら足肩幅に開いてもらって、はい、そう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 、こっちも切りましょう。そうで、足の付け根から足肩幅もうちょっと開きましょうか。はい、OK です。はい、表面に鏡あると思って、そう、はい、そのまま足の付け根から軽く前傾させます。うん、そう、足の付け根から前傾させます。要はこう背中からこうやって回らないでください。はい、ちょっとお尻引くような形。はい、で、大体これが25度から30度と言われてるんですけど、はい、ピンとこないじゃないですか。はい、で、時計の文字前に見せてもらって、はい、12時が祝日だとしたら1時ぐらい、1時、そう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 、そのぐらいは必ず傾けてあげましょう。はい、で、この傾き維持したまま、今膝ピンって伸びてるじゃないですか。はい、これを曲げるではなくて、うん、曲げちゃいけなくて、この張ってるのを緩める、緩める、そうそう、で、緩めた時で、要はなんで曲げちゃいけないかっていうと、曲げるとせっかくこの前傾してお尻上がったお尻が下がるんですよ、曲げようとすると。変な格好になっちゃうんですよ。そう、よく初心者の人にね、こうやって構える人、うん、よく見ません、こうやって構える、はいはいはい、それは曲げることに意識持ちすぎてるんですよ。逆逆、この前傾が大事なんで、
ちょっと力抜くぐらい。そうですそうです。結構みんな前傾。難しいかもしれない。そうですよね。ちょっとこの辺張るの分かります？はい。この張りを維持した状態で膝曲げてあげるんですよ。でも膝曲げるとこれが緩むんで、こんな、はい、張った状態、いやちょっと腰反らした状態で膝曲げてあげる。そうです。そうこれが大事。え、すごい綺麗です。あんまり使わない。動けないですなんかこの状態から。この脊柱起立筋っていうところを。わかります。もう最初を使うから。そうです。を維持してもらいたい。はい。なんで前傾がこ前傾にこんだけこだわるかっていうと、はい、この骨盤の動きが変わるんですよ。っていうのは人間ってこう直立した時にここの骨盤の中にあるこう筋が ねじれてる。るんです通常は人間でねじれてるんですか。そうねじれてるんですこの中の筋が腱かな。そう、はい、なんでねじれてる状態で構えたらもうねじれちゃってるからそこから動かないんですよ。それを前傾することによってまっすぐにしてるんですよね。と腰が回しやすくなりますよっていう解剖学的な話なんですけど、すごいそんなお尻のこの前傾とかをうるさく言うのはそういうことで、その後によく腰使ってスイングしましょうねとかよく言うじゃないですか、はい、この前傾ができてないとこのねじれた状態ねじれてるものをそれ以上回せないので動かせないじゃないですか、はいはい、動かせないものを動かそうとするとどこかに負担がかけて怪我しちゃったりとか、あ今後のその格好を考えるとやっぱ前傾は結構大事なんで、ちょっとこうお尻を後ろの人に 見せるぐらいで需要よ、需要そうですね、需要でしたね多いんですよ、女性だと最初そうです、恥ずかしがってて、はい、思いっきり出してもらいたい意外と見えないんで、こうしないと多分見えないんで、そうな気がするそうですね、中にはこの珍しいお疲れ様ですしっかりお尻を引いてあげて、はい、ここを張らせてあげるっていうのは結構大事、うん、そう反ってもダメなんですよね、ここはまっすぐなんですよね。そう、腰を反るんだったら OK です。ただ背筋全部反っちゃうとそれは反り腰になって腰に負担かけちゃうんで、はい、お尻だけ上に上げるって感じです。でそれってどうやってやるのっていうのを膝ピンって張った状態でお尻を後ろに引いてあげる、はい、そうするとお尻絶対上がるんで、そう、はい、その状態で膝を緩めたり、そうこういうこと、もうちょい膝伸ばしていいですよ膝伸ばす。そう。綺麗です。そう。おかしくないです。見てて。今まで曲げてない感じあると思うんですけど、はい、そのぐらいで十分。位置としてはそのまま左目の前にちょっと鏡にいきますよ。左目の前に持ってきてもらっていいですか。はい。左目の前。そう。そのまま腕が強力して最後のクラブストーンと落ちていただく。はい。そうね、左目の前から下ろしてるんで全体的に手も左側に行きますよ。これが真ん中のポジション。なぜ、はい、かというとゴルフってこう右手指導なくて左手指導で振っていくんで、はい、となると右で描くこの円と左で描くこの円、2つできるの分かります？要は肩中心と円の最下点が要は最下点なんで手をブラーって垂らしたとこじゃないですか、はい、と真ん中に寄っちゃうと右手指導の方の円の最下点に近づいちゃうんで、どうしても右手が強くなりやすくなる、はい、なんで気持ち左側にやっててあげると左手手動で振りやすい位置に来るんで、はい、なんで左の前から下ろして真ん中よりも全体的に手元は左側に持ってきてあげるということをちょっと意識してもらいたい。はい、わかりました。チェックポイントとしては後ろから多分見てもらってる人よく分かるんですけど、肩の真下にグリップが来るようにしてあげるっていう感じ、アイアンはそう、なんでかというと前傾して腕だらーんと垂らして脱力しましたって、この形が要はゴルフにおける自然体になるんですよ、はい、その自然体の形でアドレスを作ってあげると力みが何もないゼロの状態なんですよね。そのダラーンと脱力した形の前にあるということはその時点でどっかにもう力入っちゃってるんで、そう、まあ、長いクラブになってくればなってくるので前傾は上がるからやっぱどうしても手元は肩よりも前に出やすいんですけど、はい、まあ、基本的にアイアン7番アイアンとか、はい、まあ、8番9番あたりは肩の真下にグリップがあることを確認してあげるといいかなと。さまたちょっとあれですかね、また今のんちゃんさんまた膝合ってます、そのぐらいで自然と曲がって、だんだん曲がってきます。なんかずっと前傾させてるから、ああ使い、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、難しいですよ。そうですよね、絶対ポーズが難しい。張ります、お尻思いっきり後ろに引きます、引きます、その時に膝曲げちゃダメです。そう張ってお尻後ろ引いて、その高さ維持したまま緩め、
そう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 。これこれお尻を自分的にはすごい出してる。あ、そうなんですか。でも出して結果肩甲骨がこう上がってる感じなんで、お尻を出してる感覚になると思います。写真撮ってあげた方がいい。やっぱ違うんですね。ちょっとボールの方も見てください。人から見えてるのと自分の感覚って。ちょっと、あ、本当だ、超綺麗。あ、本当だ、全然違う。そう、その構えでちょっとスノーボール打っていきます。場所、はい、まず親指、はい、左の親指が、はい、黄色、黄色、はい、で右手の親指が赤で、こっちです。あ、もうちょっと下。そうそうそう。握る位置は左手をここにこう握るじゃないですか。はい、そのままちょっと顔の前にこうやって持ってきてもらって、はい、右手の中指、薬指、小指を引っ掛けて。右手の中指、はい、薬指、小指を引っ掛けます。はい、そうそう。で、右手の小指と左手の人差し指つかるまで、右手下げてあげて、そう。その状態で右の手首を下げます。どういうことかって、では右手のこの生命線と左の親指を平行にしてあげる。おー。そうそうそう、その状態で握ってあげる。へぇー。そう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 。なんで、中薬指、小指、そうそうそうは引っ掛けてあげる。よくて。重ならないよってこと。そうなんだ。そう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 。へえ。そうです、そうです、そうです。それが正しい言い方。ああ、モテた、モテた。左目の前にちょっと左側に行きます。そうそうそう。で、右に回りましょう。はい。そう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 。綺麗。めっちゃ綺麗です。ちょっと、もう、見たことないです。そうそうそう。なんかね。そうですよね。そうです。オッケーオッケー。膝の曲げすぎだけ気をつけてやる。はい。そう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 。全部曲がっちゃいますね。癖というか。ちょっと曲げるって意外と難しいです。なんで張りピンと張ってたのをなくすっていう感じです。なくしてあげる、曲げるわけじゃないです。なるほど。そのまま振っていきましょうか。はい。そのまま。さあ。はい。OK です。いいですよ。そう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 。いいですいいですよ。いいですいいですよ。全然いいですよ。めっちゃいいですよ。動きは、はい。もちろんですもちろんです。どうぞどうぞ。いいですか。どうぞどうぞ。打ってて打ってるから気にせず、ちょっと、はい、構えと握りはちゃんとしたい。そう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 。はい、うん、下の真下で。はい。こっち近づいてみた。はい。オッケーです。はい。さあ、その方を思いっきり振っていきましょう。振ります。もう自由に振ってもらって大丈夫です。はい、振ります。オッケー。オッケー。ナイス。もっとビシッていきましょう。なんかもうでかいんで大丈夫ですよ。そうですよ。生えた時ぐらいでいきましょう。生えた時ぐらい。確かに生えた時。今のじゃちょっと死なないですね。弱すぎました。優しすぎますね。OK です。はい。OK。OK。ナイス。当たる。やっぱちょっと逃げれるかな今のでも。まだ弱い。逃げられる。気持ちゴルフっぽくするんであれば、はい、打ち終わった後右の足の裏を思い切りギャラリーに見せてもらいたいんですよ。あ、そう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 。わかりました。今のは違うよ。今のサービスショットでしたよね。今の違った。一回膝ピンと伸ばして、伸ばした状態を腰後ろ引きます。はい、ポッと見て。そう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 。その時に肩前に出ない。そう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 。その状態で膝ちょっと緩めてあげるだけです。ありがとうございます。そう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 、行きました。 OK です。おお、はい、すごい、めちゃくちゃ綺麗に当たった。いい、すごい、すごい、いいの。ありがとうございます。そう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 、いきます。オッケー。右行ってない。右行ってない。あいつなんか慣れてるんですよ。あいつ撮影慣れしてるんですよ。ありがとうございます。その中でちょっと最初は覚えること多いんですけど、そうですね、ポイントとしてはその右手のグリップ、はい、とあとは前傾、はい、ちょっとそこは忘れないように、はい、そうですね、とか言ったことは覚えてくれたら嬉しいなって感じなんですけど、はい、まあ、一気に全部覚えることは絶対
可能ではあるんで、そこの2つを抑えてちょっと今後練習していってもらえたらなと。わかりました。思います。思い出しま先生の顔。これいいですよね。これめちゃめちゃいいですよ。少ないと思う、最初やる人。そうですね、本当ですよね。本当ですよね。ちょっと私もやってみたいなと思って。こんな器具があったの知らなくて。いいですよ。すごいですね、このグリップも。わかりやすいですね、どこにちょうどね。そうそうなんですよ。初心者にはすごくありがたい。初心者だと子供とか最初そのクラブ握らせるのってやっぱり危ないじゃないですか。はいはい、そうなった時にこう短いものもあるんで、こういうふうに長さ全然違うんですよ、並べてもらうと分かるんですけど。違います。でもっと短いのもあるんで、最初2歳とか3歳の子とかにゴルフ始める時とかは、え、2歳3歳って首座ってましたっけ。座ってました。座ってます。座ってます。2歳3歳でゴルフってできるの。座ってます。じゃあちょっと一見だけ私も。でもなんか怖いな、なんかかね、感覚が違うから。ちょっとすげえ、みんなみんななんか離れてる。左は大丈夫です。左は大丈夫です。左には大丈夫です。おー、ちゃんと振り切れてる。はい、きつかった方がいいかもしれない。レディースクラブに買い直したんですけど、キッズクラブの方がいいかもしれない。最初始める人はこういうのからやってあげた方がいいですよね。なんか大人でもなんかそうですよね。それで振る感覚とか、なんかね、こう物にボールが当たる感覚とか、それで覚えてもらえれば、そのすぐに次鉄の方に普通のクラブ行きやすいかな。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。今日は初心者さん向けの握りと構えっていうところをちょっとお伝えさせていただきました。はい、まあ、もっと詳しく言えば右手のグリップと前傾の作り方っていうところですね。はい、やってみていかがでした。なんか今まで撮ったことないポーズだったので、これを今映すのが大変なんですけども、これを覚えてちゃんとコース出たりとかすれば最初からうまくできるのかなとは思いますね。忘れないように。そうですね。忘れないように。変なポーズですもんね、最初絶対。そうなんですよね。こんなんでやってるんってなりますよね。そうなんですよ。そうなんですよ。ちょっと曲げるが本当に難しいですよ。ああ、微妙だね。そうですね。打ちっぱなし行くとおじさんたち結構曲げてるじゃないですか。結構。割り振りですよね。そうあれがゴルフの姿勢かなって思っちゃったから自分の中で。ちょっとディスってディスって。おじさんたちディスって。ちょっとそれぞれの癖がありますもんね。おじさんたち腰痛を抱えてるかもしれない。なんかそう。そうそうそう。あれ坊主になっちゃう。そう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 。ちゃいます。肩とかね。違う違う。忘れないように継続して練習して、はい、頑張りましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。